吉田さん立てば借金座れば家賃夜逃げするにも電車賃ということで人間何をしていてもなぜかお金がかかるというねなんかしないけど月末は引き落としがあると何をしていてもですよまあ何をしていてもお金がかかるってことは何もせずにお金が稼げる方法がない以上は何かをしてお金を稼いでいかなくちゃいけないですよね、まあ、例えば家賃6万円の 賃貸に住んでるとしたら1日2,000円は住むだけのために必要なんですよねでも2,000円だけでやっていけるかっつったらやっていけないじゃないですか食べるものも食べるし光熱費も払うしなんか保険も払うしその他諸々ですよなんかそう考えてこう積み重ねて積み重ねていくと、まあ、あの年齢とか状況にはやりますけどもやっぱりね1 4五5万ないときついのかなと思った時に1日5,000円を 稼いでいいでっっててるんだなっていううふに分解していかないと、まあ、これはもうずっと借金が積み重なるだけとかねうんなんか一方的に養われないとちょっと難しいなってところがあると思いますけども多分このお金を稼ぐってことってのはいろいろとね考えてみたらあれなんですよねうんその算数の例え出してくれましたけども足し算。 ができるかどうかっていうのは、多分その生活を維持できるかどうかっていう、ね、で、衣食住ができるかっていうことに関わるし、それからお金を稼ぐってことは掛け算に相当するのかなと思うんですよ。まあつまり足し算ができなくても掛け算はなんとか工夫すればできるんですよね。でも基本的には足し算を覚えた人が掛け算をやった方がいいってことなんですよ。そう考えると。 お金を稼ぐ行為って衣食住が十分自力でできない人を手伝うことによってその対価を得るっていうふうに考えることもできるんですよ。ね、ですから、あのー、まあお料理が好きでねずっと作ってました自信があるから飲食店出したっていうふうにして、まあ、誰かの食を維持できればそれが商売になる。衣食住のうち住むっていうね家に関わることとか住まいに関わること不動産とか建築とか。 リフォームとかそういったものができるようになるまで、まあ、部屋の片付けとか掃除とか DIY ができるようになってくると今度それが商売になるとかね、まあ、そんな感じでまずは自分の暮らしを賄うことが自力でできるようになっていくのが立ち算、えー、それで力が余って、えー、人の面倒まで見れるようになるとそれが掛け算っていうふうに考えていくと段階ってのは測りやすいかなとただそこで面白いのは自分のことはできなくても他人のことはできるっていうふうなね 人も中にはいるんですよ。仕事のプロフェッショナルだけども、プライベートはめちゃくちゃみたいなね。そんな方もいらっしゃったりとか、例えばね、えー、シェフでお客さんにはものすごく美味しい料理作るんだけども、まかないもすごいんだけど、家帰ったらカップラーメン食ってたとかね。そんな方もいらっしゃらないことはないんですよね、今の世の中ね。まあでも基本的には、自炊がちゃんとできて、調理器具がちゃんと選べて、その道具の管理もできて、で、 えー、本当はティッシュペーパーからサラダオイルまでちゃんと自分で揃えることができる人じゃないとシェフっていうのは厳しいかなっていうのが、まあ、筋じゃないかなと思うんですよ。で多くの人の間違いは自分のことができないのになんかね他人のことを手伝ってお金もらおうとするってことなんでこういうふうに思うんですよあの。ビジネスを志すものっていうのは生活はいい加減でビジネスだけ稼ぎたいって思ってそうはいかなくってやっぱり自分のこともそこそこできてね 初めて人のことにも気が回るサポートもできるその余裕が生まれるってことなのかなと思うんですよだから稼げる人って自己管理ができるなっていうことで自己管理の勘ということでねやっていきました。それじゃ